今回は千駄ヶ谷駒沢公園、学芸大学あたりのラーメン屋さんを紹介させていただきます。まずや千駄ヶ谷といったら国立競技場の目の前にあるホープ軒ですね。僕ちょいちょい、東京体育館に行く用事が結構あるんで、まあ東京体育館来たら必ずこちらに立ち寄る感じですね。こちら立ち食いのお店なんですけど、なんか2階とか3階にもあるんで、そっちはテーブルあんのかな、もうちょっとよく分かんないですけど、行ったことないんで。上にはもうこちらね、本当にね、豚骨がねもう臭いなんかね、ラーメン届いた瞬間にうわっていうぐらい結構臭い。そして背脂ちゃっちゃ系のお店なんですよね。で僕ねこの下品な味がね大好きなんですよ。でもね、言うても食べると味は臭くないんですよ。臭みがないんですよね。匂いは臭いですよ。バチクソ臭いんですよ。でとっても下品なね味わいなんですけど、麺がねもちもちしててね、このね愛すべきね下品な味がねたまらなくいいんですよね。でゆでもやしが乗っててね、メンマとチャーシューのシンプルなラーメンなんですけど、卓上にネギが置いてあって入れ放題なんですよ。これがまたねいいんですよね。背脂のこってり感をネギが、まあ、消すことはできないですね、めちゃこってりなんで。でね、ニンニクとか豆板醤とか入れてね、また味を調整するのも楽しいです。ぜひ、千駄ヶ谷来たら行ってみてください。こちら駒沢公園の前にある、一風堂さんですね。こんなとこに、ね、一風堂があるの知らなくて、なんかねブラブラしてたらあったんで、あ入ろうと思って入ってみました。まあ、僕博多豚骨系のチェーン店あるじゃないですか。まあこの前行ったダンボさんとかも、あとはまあこちらの一風堂さん、あとはなんだっけ一蘭さん有名ですよね。僕その中で一番一風堂が好きかもしれないですね。食べやすいし、あとあの辛もやしを入れ放題でしょ。もうね、一風堂のラーメンはこの辛いもやしを入れて完成すると思ってるんですよ。今回はね赤丸新味行ってみました。いつも僕これですね。正直このまま食べてるとやっぱ物足りないんですよ。まあ麻油もね美味しいんですけど、ちょっとなって感じなんですけど、この辛もやしを入れるとやっぱねバチクソうまくなるんですよね。僕はもう一風堂さんのラーメン結構好きです。でもなんかね大盛りのね一風堂さんはね辛もやしがね置いてないんですよ。もやしがないと思って聞いたらね、ないですよって言われて、そんなの一風堂じゃねえよと思ったぐらい、僕はもやしと一風堂はねセットで一つになってると思ってるんで、もうもやし入れて完成するラーメンだと思ってます。でこちら学芸大学駅の降りてちょっと歩くかな、まあでもまあ商店街取って5分ぐらいですかね。こちら初訪となる店なんですけど、こちらも麺屋すするさんですね。こちら魚介豚骨系のつけ麺が結構売りということで、僕あんまり魚介豚骨好きじゃないんですけど、まあいいかなと思って、もう全然期待もせず、まあちょっと腹も減ったしここら辺でいいやと思って入ったお店です。今回僕は赤から魚介つけ麺を食べさせていただきました。なんかね綺麗に盛り付けられたこのビジュアル、もうすごいねおしゃれな感じで美味しそうだなと思って全然期待してなかったんですけど、食べてみたらバチクソうまかったですね。なんか最近僕の中で魚介豚骨つけ麺がなんか再熱してるというか、なんか再ブーム到来みたいな感じになってきて、まあね美味しかったんですよ本当に。でこの麺がねなんていうんですか、ツルツルもちもちの麺で太麺なんですけどね、柚子の皮とかこういってあって、またこれが微妙にいいアクセントになって味変アイテムとして使えるんですよね。でチャーシューやメンマの具材も美味しくて、ネギなんかもいい感じで入っててね、ここはまた来ようと思いました。こちらの3軒よかったらぜひ行ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。